半世紀生きたもん働きたくないピロランです。今日は25日月曜日。午前11時半です。それでは今日も一日よろしくお願いします。今日までの預金残高は756万8345円です。んじゃ、ちょっと、飯買ってきます。今日のお昼ご飯はコンビニで買ってきた海苔弁当です。いただきます。お昼ご飯いただきました。弁当430円。まあ、これはコンビニで買ってきたんですけど、PayPay の前チャージした分から払ってるんで、今日の支出には入れませんので、預金残高は変わりません。じゃあ、今ちょっと洗濯機回してるんで、洗濯が終わったら、まあちょっと、外で歩こうかなと思います。じゃあ、また、ピルヤンでした。またね。